あと6月20日の丸焼き基礎の参考資料としての「ャットのレシピ2回目で今回は外積についてお話しします外積というのはこういう形であの i ャットと J ブラをつなぎ合わせたものなんか尖ってるところがぶつかってるような奇妙な形をしてます、まあ、いろいあの外積いろんな定義の仕方があるんですけどこれはもっと簡単にしてあの iKET あの規定 i と J の外積をあのこれは行列になるんですよね。でどういう行列かというとあの i と j の外積っていうのは i 行 j 列目の要素だけが1でその他の要素が全て0の行列になります。で変な行列なんですがあの1個だけ1がある。 で、それが愛行 J 列名が1の行列だと思えばいいですね。で、ですんで、あの、行列 A の愛行 J 列名の要素を Aij というふうに、あの、表すとすると、次のような式がないとやります。すなわち、行列 A っていうのは、えっ、ー、と、成分の Aij に、その外,あの外積 IJ、 ケット j、ブラをかけたものを i と j 全てについて走る。で要するに1個しかあの1がない残りが全部ゼロの行列に Aij っていう成分を持ってる。でそれを全部 i と j について全部和を取れば えっと AIJ という成分を持った行列が出来上がります。そういうことですね。で、この表記をちょっと変えると、えっ、ー、と、次の式。あの、対行列。対行列というのは、要するに対角成分が全て、対角成分が1で、で、残りが全部0の行列のことですね。ですから、えっ、ー、と、 アイケット、アイブラアイとジェイの外積これはだからあの行列になりますその行列をすべてあの足し合わせたものでこれで単位行列の表現ができますで今の話で先ほどあのベクトル a についてその成分を抜き出すのは左からあの アルファ i を抜き出すのに左側からブラ i をかければいいって話をしましたがこれはそれの行列版です要するに行列の要素 A という行列の要素これは先ほど言いましたように、えー、と係数を i 行 J 列の成分を Aij とした場合にはその a i j かける i と j の外積の相は という形で行列を表すことができるんですが、えっと、この A の,あの外積を使った定義に左から M のブラ右側から N ケットをかけます。でそうすると、まあ、こういう式ができるんですけれども、えっと、そうするとここのシグマの内側に、えっと、内積の項が2つできます。で MI の内積と JN の内積。で、これ IJ についてあの全部走るんですけれども、えっ、ー、と、ここの内積の部分は、あの、基本的には、あの、ほとんどがゼロになります。で、ロにならなくて1が残るのは、M イコール I の場合。あるいは、もう一つあってあの、あの、J イコール N の場合。で、その両方とも、 成り立った場合だけその項は残ります。ですから Aij っていう項で生き残るのは i の部分が m それから J の部分が n 要するに Amn っていう項だけがこの相和の中で生き残ることになります。これは要するに行列 A の m 行 nn。 列目の成分ということになりますこれもあの大事な式で行列 A に対して左からブラの M で右からケットの N をかけると行列 A の M 行 N 列目の成分がゲットできるということですね。で先ほどちょっと話した あの観測の確率の問題なんですけ、ね、ど先ほど内積で αi の強益と αi をかけて αi の絶対値の事情を作ればボルのルールで、えー、とその i が観測される確率が出るって話をしましたがちょっと甘くなりですけれども、えー、とその時真ん中にこういうブラ系 でケット系要するにイとイの外積の項が出てくるって話をしたんですけれどもでこういうのを PK イコールイとイの内外積というふうに定義しますこれ実はエン酸子っていうんですけれどもでこの時にあのブラサイとケットサイの真ん中に この遮塩酸値 PK を挟み込んでこのサンドイッチしてそれが何になるかというちょっと計算してみましょう。で、サイを、まあ、こういう形でこれは何をしてるんだろう。えっ、ー、と、成分が Ci で、そイ字が Ci になってる。まあこれ単にあの成分で展開してるだけですね。で、で、 サイのブラっていうのが逆にあのブラの i まあこれ i と j あの、まあ、区別するためこっちは j にしてるんですけどブラの j とそのシー ci の強液を後ろからかけたものに等しくなるで先ほどの pk をそのサイプサイであのブラとケットでサンドイッチして どうなるかっていうと先ほどと同じようにブラサイケットででブラケサイケットというふうに真ん中のところにちょうどえっ、ー、とこれが PK シャーエンザインシなんですけれどもケと系の外積の項が残り出てきますこれはまあその力任せに計算するとでこれは あのこういう形になるんですけれどもでこのシグマを、まあ、IJ2 つについて走るものというふうにしますと,、えー、と係数成分として残るのは CJ の強液と CI をかけたものでその後ろに内積の項が J と K の内積と K とあの I ですね、の内積が残るで。ただしこの内積はほとんどの場合ゼロになります。ですからこの i と j についてのシグマというのはほとんどがゼロで消えてしまって残る項はえっ、ー、と j イコール k かつあの i イコール k の場合だけですね。k イコール i の場合だけですね。 なんかこの相和、i と j についての相和は、実はみんな消えてしまって、残る項は、えっ、ー、と、j イコール k で、あの、あ i イコール k ですかそれを代入すると、あの、ck の共益と ck をかけたもの。要するにこれは ck の絶対値の事情になります。で、これは、えっ、ー、と、si の 観測して。で、競馬名の。状態形が観測される確率に等しくなります。だから。この確率は。あの。最初観測されるべき、あの、べ、あの状態際で。えっと、社員在、ピーケをサンドイッチすると。で、確率が求まる。ということになります。 これはもう大事な式ですね。観測。で、ある状態 K が観測される確率っていうのは、ファイを、サイを観測して、で、K が観測される確率っていうのは、その線円算式 PK の両側をサイで、ブラサイとケットサイでサンドイッチすれば確率が求まる。